ハンドマイクできます。どうぞお願いします、はい。本当に皆さんが楽しんでくれてるのがもう船の上から分かってすごい幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ現在は出演中大河ドラマ、平の清盛ですね、はい、こちら実はですねその清盛のお父さんが生まれた時の稲が生まれたということで、はい、また伊勢平氏の発祥の地とも言われてましてゆかりのある場所なんですけれども、はい、ついにお越しいただいたのは初めてですか？初めてだって先ほど言ったんですけど3回目です。3回目ですよね。はい、ファンの方に教えていただきました。そうですか。いろいろとね、本当すいません。いや、とんでもないです、はい。まあ、その時お忙しくいらしたと思うんですけど、そうですね、コンサートだったんで会場で、はい、次の場所に移動してたんでこうやって昨日ゆっくりご飯とか食べれたのは初めてだったんで、すごくもっとゆっくりしたいんですけど、津餃子がどうしても食べたくて。津餃子、はい、ご当地グルメですのでね。そうなんです。ぜひチャンスがあれば、はい、思います。食べたいです。ありがとうございます、はい。さあそんな美味しいものたくさんあるんですけれども、はい、愛さん自身の一番好きな食べ物とかあったら教えて。私自身ですか？はい、何かこう津餃子、あとは昨日食べられたもので何か名物って。私カレー大好きで、はい、どうしてもブラックカレーが食べたくて、松坂牛の、はい、じっくりじっくり煮込んだブラックカレーを食べました。昨日食べられました？昨日食べました。カレーパンとライスと迷ってライスにしました。ライスですか？お味の方はいかがでしたか？めちゃめちゃ美味しくて、マネージャーさんと一緒に2人で食べたんですけど、超美味しいねって言って。でもよさこいの場所にあったんで、いろんな北海道の食べ物もあったりとかして、北海道のカニ汁っていうのも食べて、カニが丸ごと入ってるんですよ。本当ですか？わあ、すごいと思って美味しかったですね。やっぱりお祭りですのでね、いろんな各地の美味しいものも今集まってきてる時なので、いい時に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今ご出演されています大河ドラマ平の清盛なんですけれども、こちらも日本全国に放映されるようなドラマなんですが、はい、初出演された感想を聞かせていただけますか？そうですね、やっぱりちっちゃい時に、おばあちゃん家に行くと必ず見てた大河ドラマだったんで、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん孝行ができたんじゃないかなって、本当自分が一番出れるのが嬉しかったんですけど、何よりも出るのが決まったよって伝えるのがすごい嬉しくって、さっきもなんか大河ドラマ見てるよって皆さんが言ってくださって、そんなやっぱりすごい作品に出れて幸せだなと思います。ありがとうございます。はい、今日も年末かねと皆さんいらっしゃると思うんですけれども、そんな中でやはり注目は今演じていらっしゃる常子という女性ですね、はい、平の清盛の長男の奥さんになるということなんですが、はい、その常子の役、ご自身と似てるところってありますか？ないですね。ないですか？全くないんですよ。なんか常子さんは本当に、重盛役の久保田君とも話してるんですけど、本当にいい奥さんだし、いい旦那さんだねとか言って、やっぱりその旦那さんをいつも温かく言葉ではなく見守っている感じが、なんか理想の奥さんだなって思いますね。重盛というのはその旦那さんに当たる方ですね。そうですね、長男。そういうところが奥ゆかしいのが、常子の魅力とも言えると思うんですけれども、はい、献身的にこう支える常子の姿なんですが、はい、今似てないとおっしゃいましたけど、はい、高橋さんご自身は支える方、支えられる方、どっちがいいですか？やっぱりお互いがいいですね。なんか支え合うのがなんか理想じゃないかなと思うんですけど、でもやっぱ常子っていうのは、自分の多分意見をでも押し殺してる感じもないんですけど、でもやっぱりお兄様のその成親がすごい悪さをするので、悪さをするんですね。そう、悪さをするのをやっぱり平家にはちょっと迷惑がかかってるんですけど、なんかちょっと気まずい立場ではあるんですよね。自分のお兄様だし、でもお兄様も心配だし、その旦那さん重盛も心配だしっていうので、で重盛もお兄さんの命だけはって言っていろいろ助けてくれたりとか、支え合ってるんじゃないかなと思いますね。でも、
立場というものがね当時の家にはありますから、はい、そういったところで板挟みにもなりながら、はい、献身的に尽くしていく、はい、そんな常子役どころでいらっしゃるんですね。そうですね、はい、ではその演じられていた最中にですね、はい、一番こう印象に残ったシーンとか、まあ、好きだったセリフなんかがあれば教えていただけますか。そうですね、好きなセリフは平家にあらずんば人にあらずっていうセリフが大好きなんです。私のセリフじゃないですそれそうですね、常子じゃないです、時忠さんの時忠さんの、はい、セリフなんですけど、はい、まあ、でも常子っていうのは本当に、まあ、言葉っていうよりは、まあ、本当表情だったりとかっていうシーンが本当に多かったので、でも印象に残ってるのは朝毛にいたしましょうかっていうセリフだったんですけど、皆さんご存知でしょうか、朝毛にいたしましょうか。もしよろしければその解説というか、どんなシーンでどんな風に演じられたのか教えてください。はい、それはもう成親、その私のお兄様である成親を重盛が助けようとして、でも助けきれなかったっていうのを、だからすまぬって言いに来てくれるんですけど、でもそれをでもあダメだったんだなっていうのを分かってるけど、でもお疲れになったでしょう、朝着にいたしますかって言って笑顔で迎えるんですけど、そうですね、はい、今じゃあ言葉ではなくて、はい、先ほどあの仕草でとおっしゃったそのままなんですね、はい、そうですね。もしよろしかったら、はい、集まっていただいた方に向かって朝着にいたしましょうか、はい、めっちゃ無茶ぶりじゃないですか、はい、じゃあ朝着にいたしましょうかちょっと私でしたねちょっとね、ごめんなさい、ね、いやでもあの格好とかいろいろしないと難しいですね。ファッションとかね、あの形も大事ですよね。まずはそうですね、すいません、ありがとうございます。あ、全然ですよ、ありがとうございます。申し訳ございません。さあ、そんな高橋愛さんご自身のね魅力にも迫ってみたいなと思うんですけれども、はい、あのこうして日本全国いろんなところにも行かれて、はい、本当にお忙しくしてらっしゃると思うんですが、はい、お休みってあるんですか。お休み、はい、ありますよ。あ、そうなんですね、はい、よかった。どんなことをされてお休みは過ごしてらっしゃるんですか。お休みは、はい、でもじっとしてるのが嫌いな人なんで、あ、結構アクティブになんか朝からスケジュール立てて、でも朝苦手なんであんまり結構実行することは少ないんですけどまあ動けるときはヨガ行ったりとか、あとダンスに行ったりとか、あと映画とか舞台見たり、本当に舞台出るのは好きなんですけど見に行くのも好きで、あ、よく舞台鑑賞してますね。そうなんですね。最近はどんなものをご覧になったりとか。最近はあの後輩の舞台とかキャッツアイとか見に行ったりとか。そうです。いやー、つつみー、かわいい。つつみだよ。実はですね、先ほどあの津餃子を食べてみたいなとおっしゃっていただいていたので、はい、今日ですね、あのご当地グルメ津餃子協会の方からお越しいただいています、はい、ありがとうございます。あ、でかい津餃子、あ、いいんですか。やった、ありがとう。ありがとう。いや、めっちゃでかいですよこれ。多分ご存知の方も多いと思うんですけど、あ、知ってますよね。
ています。してますね。これ食べたい。食べていただいてもよろしいですか。いいんですか。いや、まさか食べれるとは。よかった、喜んでくれて。普通にでも屋台で出てるような。そうなんです。餃子なんですか。もともとはですね、学校給食がゆかりになってまして、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。子供たちに栄養のあるものを美味しく楽しく食べてもらおうということで、うん、なるほど。あ、すいません。はい、あ、めっちゃいい匂い。出来たてですので、ぜひ味わってみてください。普通に食べていいですか。すいません。で、こちらの餃子の中身はお店によって具も違いますし、いろんな味が、ね、楽しめるということで、津の新しい名物としても定着しています。おいしい。美味しいですか。ありがとうございます。よかった。こうやってね、こう津の名物ですので、ぜひ味わっていただきたいと思ってたんですけれども、あのこちら大きな、ま、直径15センチの皮で包んであって、中身はオリジナルで作っていただけますので、うん、ぜひこの機会にあのお家でもね作っていただけると思いますので。お家で作れます。はい、オリジナルでこういろいろ入れていただければと思います。本当ですか。はい、これは何の皮なんですか。普通の餃子の皮よりだいぶでかいですよね。津で売っている特別製の15センチの皮を使ってます。あ、なるほど、はい、じゃあ津で買ってった方がいいってことですね。皮をまたあのやった、ありがとうございます。揚げていただいて、ぐわっとなってもいいですので、はい、あの中にはですね、スイーツの餃子とかもあったりとかして、へー、美味しそう。皆さん工夫して作ってもらってます。そうなんですね。これいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。後でゆっくり食べます。ありがとうございます。やったー。あ、つつみありがとう。かわいい。ご当地ゆるキャラつつみんでした。どうもありがとうございます。ありがとう。あ、後で一緒に。つつみん大丈夫、溶かないでね。大丈夫ですか。ちなみに危ない危ない。大丈夫ですか。危ない危ない。大丈夫ですか。ゆっくりゆっくり。